5期目プーチン人事の狙い、新国防省に経済通のベロウソフ氏、ショイグ氏から交代、ウクライナ膠着で刷新感を演出か。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は12日、長年の盟友であるセルゲイ・ショイグ国防相を交代させる人事案を上院に提出した。2012年から同職に就いていた68歳のショイグ氏は、ロシア安全保障会議の書記に任命される見通し。ロシア議会上院が公表した文書によると、ショイグ氏の後任には第一副首相を務めてきたアンドレイ・ベロフソフ氏が就任する。ショイグ氏はロシアとウクライナの戦争で重要な役割を果たしてきた。プーチン氏は強い権限を有する安全保障会議書記にニコライ・パトルシェフ氏に代えてショイグ氏を当てる方針であることがロシア政府の文書で示されている。パトルシェフ氏の新たなポストはまだ明らかになっていない。ショイグ氏はプーチン氏と親密な関係にあり、故郷シベリアでプーチン氏を釣りに連れていくこともよくあった。軍事経験がなかったにもかかわらず、国防省のポストを与えられたショイグ氏に対し、軍幹部の中には不満を抱く者もいた。土木技師だったショイグ氏は、1990年代に非常事態自然災害復旧省のトップとして頭角を現すようになった。国防省としては、とりわけ2022年にロシアがウクライナに全面侵攻して以降、能力不足だとの見方が多かったと BBC のダニー・エイバーハード欧州アナリストは指摘する。2023年にはロシアの戦争遂行をめぐり、当国の民間軍事組織ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏との確執が公然となった。ロシア政府に対する短期間の反乱を率いたプリゴジン氏は音声メッセージで、ショイグ氏を嫌なやつ、老いぼれた道化師と非難した。その後、プリゴジン氏は2023年8月、モスクワからサンクトペテルブルグへ向かうために乗っていた自家用機が、モスクワの北西部に墜落して死亡した。ロシア大統領府、クレムリンは墜落への関与を否定している。ショイグ氏の後任として、軍事経験がほとんどない経済学者、ベロウソフ氏の名前が挙がったことに驚く人もいる。しかし、複数のアナリストは、プーチン氏がロシア経済を戦争努力とさらに密接なものにしようとしていることの表れだと見ている。クレムリンのドミトリー・ペスコフ報道官は、民間人を任命するという案は、国防省としての役割に革新が求められていることを示していると述べた。また、ロシアは1980年代半ばのソビエト連邦のようになりつつあるとした。ソ連では当時、国内総生産、GDP に占める軍事費の割合が高かった。そのため、軍事支出をロシア経済全体によりよく組み込まれるようにする必要があると、ペスコフ氏は付け加えた。革新に対してよりオープンであるものが戦場で勝利する。ショイグ氏は以前から立場が弱まり、失職の可能性が取り沙汰されていたため、交代に驚きはないと BBC のスティーブ・ローゼンバーグロシア編集長は述べた。ウクライナでのロシアの作戦は、軍事的後退や人員と物資の大幅な損失に悩まされてきた。経済学者を国防省に据えることは、クレムリンの優先事項に変化があったことを映し出しているとローゼンバーグ編集長は言う。ロシア経済は今戦時体制下にある。そのため国防省がこの戦争の資金を十分確保することが不可欠になる。ロシアの独立系サイトザ・ベルは、あるロシア政府関係者の話として、ベロウソフ氏はロシアが複数の敵に包囲されていると考える強硬な国家擁護者とみなされていると伝えた。ベロウソフ氏はプーチン氏と同様にロシア正教会と近しい関係にある。またプーチン氏のように武道愛好家で、若い頃には空手やロシアの格闘技サンボを練習していたとされる。前内閣で第一副首相に任命される前はプーチン氏の側近として数年間働いていた。それ以前は、K
経済開発相を務めていた。ベロウソフ氏は経済が専門の側近の中で唯一2014年のウクライナ南部クリミアの一方的併合を支持したと報じられている。プーチン氏は3月の大統領選で 87% の得票率で勝利、2000年に初当選して以来通算5選を決めた。今回の選挙では本来の意味での対立候補は一人も立候補を認められなかった。留任する閣僚にはベテランのセルゲイ・ラブロフ外相らがいる。ロシア軍の新たな攻勢は陽動の可能性、東部2正面から兵力を引き離す狙いか。5月9日はロシアの戦勝記念日である。第二次世界大戦でソ連がナチドイツを敗北させたことを祝う日だ。ロシアのナショナリストたちにとって極めて象徴的な日であることから、軍事アナリストたちは何ヶ月も前からロシア軍は全面侵攻して2年3ヶ月目に入るウクライナの1000キロに及ぶ戦線の全般的な状況とは無関係にこの日に新たな攻勢をかけるだろうと予想していた。目的は戦勝記念日にロシアの指導者ウラジーミル・プーチンに贈り物、エストニアの軍人で軍事アナリストのアルトゥール・レヒをするためだろうとも見られていた。果たしてロシア軍は9日ウクライナ北東部の新たな軸で攻撃を始めた。ハルキウ州の州都でウクライナ第二の都市ハルキウの北27キロほどに位置するピリナ村に偵察部隊を侵入させた。ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領はロシア軍は今日ハルキウ地域でウクライナに対する作戦を拡大したとビデオメッセージで述べている。象徴的な日を決行日に作戦計画を立てることの問題は同じカレンダーを誰もが見ているということだ。ウクライナ側はロシア側が5月9日に攻め込んでくることを知っていた。地上攻撃の数日前にロシア空軍はハルキウの北方面への爆撃を強化していたが、それもまたロシア軍の次の行動を予告するようなものだった。我々は占領者ロシアの軍隊の規模も意図も把握しているとゼレンスキーは語っている。ピリナ周辺ではウクライナ領土防衛部隊の第125独立領土防衛旅団が防御線を保っているが、陸軍の第42独立機械化旅団の部隊が増援したようだ。それには同旅団のドローン部隊ペルンが含まれる。ロシア軍の第11軍団か第44軍団あるいは第38独立新鋭自動車化狙撃旅団の所属とみられる部隊が白昼ピリナに車両で進撃してきたとき、ウクライナ側は待ち構えていた。第42旅団によると、ペルン部隊の FPV 一人称視点ドローンがロシア軍の BMP 歩兵戦闘車4両をその人員もろとも破壊した。ゼレンスキーは我が軍の戦士、大砲、ドローンが占領者に対して反撃していると説明している。一方ロシアのプロパガンディストであるアレクサンドル・コッツはロシア軍がピリナの南数キロまで前進したと主張したが、それを裏付けるような証拠はない。ロシア側は戦勝記念日に何を達成しようとしていたにせよ、多くの兵力は費やさず、戦果はせいぜい小さな村の通り数本だった。北からの圧力で東部の予備兵力の移動を誘っているとの見方。フィンランドの軍事アナリストヨニ・アスコラはウクライナに進駐している40万人規模のロシア軍が東部ドネツク州のアウジウカの西方面とチャシウヤールの東方面で前進を図るのと同時にハルキウ方面の攻勢に兵力を割くことができるのか疑問視していた。ウクライナ側の発表が正しいとすれば、ロシア軍はアウジウカとチャシウヤールの2正面でこの数ヶ月1日に1000人のペースで人員を損耗している。ピリナに対する9日のささやかな攻撃を踏まえてアスコラは2つの可能性を検討している。ロシア軍が北から大規模な攻勢を仕掛けるとすれば2つのシナリオが考えられる。ロシア側は予想よりも大きな兵力を保持しているか、
それとも今まさに動員をかけようとしているかだ。どちらも可能性としてはあり得る。だが、さらに3つ目の可能性もある。北部での作戦は、ウクライナ軍にこの方面への部隊の配置転換をし、それによって東部でのロシア軍の主要な攻勢に対抗する予備兵力を削ぐことを意図したものである可能性もある。この可能性はかなり高い。つまり、ロシア側による戦勝記念日の攻勢をほのめかす言動や、国境付近の小さな村に対する小規模な越境攻撃は、ウクライナ側を脅かして部隊をアウジウカ、チャシウヤール両方面から引き離し、北へ移させるのが狙いだったのかもしれない。言い換えれば、戦勝記念日の攻勢作戦とは、戦勝記念日の陽動作戦だったのかもしれない。ウクライナのシンクタンクである防衛戦略センター CDS もこの第3の可能性を支持している。 CDS は9日の作戦状況評価で、ロシア側の目的はウクライナ側の司令部の注意をそらし、より重要な戦域の予備部隊、とりわけ戦略予備部隊を使えないようにすることだと解説している。